念願の希望が叶ったということで喜んでおるんですけども、まあ、これからが本当に仕事が大事になってくるなということを痛感しております。まず、傘骨を削るということ、それから六度を使った繰り込みの仕事、それから傘を張る、それから油漆の仕上げ、それからかがり、からその後付属付けという大きな仕事があります。その他にも細かい仕事がありますんで、大体13工程というふうに言われております。傘職人の高齢化が進んでますので、若い人に、職人育成ということで、針の仕事、それから油漆の仕上げ、それからかがりということに力を入れてやっていきたいと思っております。